あ、私が映っちゃう。猫がね、いなかったらスイートとかも泊まってみたかったですが、でも広くていい感じかも。おトイレと、あとはシャワーがついてます。アメニティはスリッパ、ハンドタオル、バスタオル、あとは歯ブラシとパジャマ。これだけあればもう全然十分ですね。特に何かを持って船内に入るってことをしなくてもいいかもしれない。はい、ドライヤー、ティッシュ、緑茶、あとはお湯を沸かせます。いいですね。冷蔵庫もついてて、テレビってな感じです。ペット
と周辺はこんな感じ。あとは周りはコロコロがあったり、ペットシーツが1、2、あとは新聞、あとは動物用のゴミ箱がある感じです。冷蔵庫はこのぐらいの大きさで十分ですね。よいしょ、ジェブちゃん。ん？どうすか。ほい。よいしょ。そうな、最初はね、警戒するね。でもなんかペットルームってね、どこも同じ匂いがするなと。さあどこに。ジェブ？あ、私が映っちゃう。
サンデー九州は初？初だ。すごーい。文字コーン。さあ、すごいな。トラックの数がすごいな。面白い。よし。イエイ、九州初上陸。わー、やっぱどさんこはね、四国とか九州は憧れの地だからね。本州を経て来るからな。じゃあ今日は今時刻が9時4分なので、まず寝る場所を確保しに行きます。出発。あ、フェリー取ってこう。綺麗だね。文字です。文字、文字レトロ、いいね。すごい綺麗だけど、ムービーじゃ伝わんないな。わー、すごい、九州に着いたよ。テンション上がる。今日は門司港からスタート。あれが関門海峡だ。来たよ九州。今日はどこに行こうかな。市場行きたいな。銀河ちゃん、6台。いいっすね。そしてで RV パークを利用すると、ここの温泉にも入れるんだってさ。いいね。60分3000円でした。 RV パークを探してますが、広すぎてわかんない。
RV パークない、広すぎてもう分かんない分からん。あ、回転寿司ある。回転寿司らへんって聞いたから、この辺かね。おトイレが空いてた唯一。明るくなってきた。銀河までね、徒歩3分かな。 YouTube で調べたすぐ近くのトイレはね、やっぱり夜になると閉まってました。寒い。3分は RV パークの中でも遠い方かな、トイレはな。でもね、お買い物できるのはすごくいいね。はい、では仕事も終わったので向かいましょう。11時、どこに行こうか、まだふわふわですが、ここのモール面白かったな。なんかね、人が混んでくる様子とかも見れて面白かったです。では次の場所に向かいます。